おいちょおいちょおいちょいょ待って待って待ってもう、お茶でメガネ曇ってるからすごいアドバンテージということでよろしくお願いします。で、今回なんですけど、ちょっと騒がしくてすみません。あのー、今回なんですけど、僕が、まあ、いつもやってる、えー、BP 稼ぎ構成、ビージョンバージョンということで、はい。まあ、メタも変わってね、今ちょっと発電機爆速。おっと、これいきなりトーテム触ってる、ね、やめてほしい。やめて。 お願いがやがめて間に合わんかなこれ間に合わんなそうメタも変わってね今発電機爆速構成じゃないですかだからまぁ、あ、ちょっとねまぁ、あ、前紹介したのとは違って今回はなんと堕落の介入ね持ってきてますそれ見られるよこれ近くおらんときが一番困んねんこれこれね BP 稼ごうと思ったらね 何せなあかんかって言うたらねもう散々ねこういう動画出してきたからもう皆さんあーもうまたトーテム壊してるやんご存知だと思うんですけどあのー、あれやねとにかくね狂乱でいっぱい殴らなくならダメなんですよ、うん、ちょっとお見せできるかなちょっとね実はですねこれあのテイク3ですあのこの前にもねあの実は動画撮っててなんでボツにしたかっていうと、えー、ジャークカテゴリーがですね伸びなすぎて これ殴るけど、あの、ジャクカテゴリー伸びないんですよ。で、ジャクカテゴリー何が関わってきてるかって言ったら狂乱なんですね。あの、狂乱殴りがね、全く伸びないっす。で、今発電機爆速環境やんか。やからね、余計にね、もうみんな発電機、とにかく回そうって意識強すぎて、これ同時がいい。もう全然さ、狂乱伸ばされへんねん。何してるんふふふ。<laughs> そう一応ね、あの2試合とも全滅取れて、あの狂乱、あのジャークカテゴリー以外はマックスになる試合が、えー、っと、2回ともマックスやったかな、処刑カテゴリーちょっと足りひんかったっていう試合あったけど、だからほんまにね、ちょっとドライしようかな思って、そもそもじゃあ、ね、あの環境に合ってないんかなとかも思ったり、まあどうしようかなと思って、今3テイク目に入ってるんですけども。 <laughs> あのふでなもうちょっとほらこの殴るけどね2回本来殴らん方がいいよあのー、殴るけど <laughs> このーリージョンやってて絶望するんってこう殴った時にあれ殺人鬼の本能誰も反応せへんやんつまり近くにおらんやってなった時めっちゃ絶望するんよなあポイントためようと思ってる時ねうーんえー、大丈夫かいなこの試合もちょっと不安になってきたなかといってね あのみんな発電機すごい距離回していくから要所要所でねしっかり咎めていかないとゲーム自体がねあのワンサイドゲームというかねあのもう一方的な、あのー、あれになっちゃうから、まあ、それは難しいんだよな上回してるねさあよいしょ早め投げたいなこれお前それ危なかったぞ今キャッチされよったで頑張ってや さあ、とにかく強乱伸ばしていきましょう。ここも負傷中の子なんですけど。はい、強乱殴ります。あー、本能反応ないな。もう一回殴るか。ちょっと頼むでみんな。ちょっと。ちょっと。もう。ってなってくるとね、ぶっちゃけね、ドクターの方が簡単なんじゃねえかっていうね、意見多分出てくると思うんですけど、ドクターマジで簡単ですよ。これは間違いない。うん、ぶっちゃけ、 どっちも稼ぎやすい、その部類には入るんですけど、あの、まあ、僕どっちもやるからね。で、BP 大好き人間ですから、割といろいろ試してはいるんですけども、あの、比較すると、うん、あの、ドクターの方がやっぱ稼ぎやすいのは稼ぎやすい。うん、これはね、言っとこうかなと思うねんけど、うん、稼ぎやすさで言ったらドクターの方が稼ぎやすいね、やっぱり。はい、こうします。救助行ってほしいな。 だから今回、おーっと、それ、そう、ここね、引っかかっちゃうねあのー、俺も新マップ探索の時まあ、新マップっていうか、リニューアルされただけやねんけど、あのまあディスタームドボード探索の時に、いや、ここやばいやろ、みたいな。ちょっとチラッと多分触れてると思うねんけど、そう、ここね、引っかかるんすよ。こうやって行けないんですよ。前まで行けとったんすけど、こうやって行かなあかんねん。だから、ここ多分知らんくて、まあ、さっきみたいに引っかかっちゃう人おるから、気をつけましょう。ここ割ってた方が強いですよ。 ここ、ここ強窓やんか、ここ。えここ強窓やから、こういう風に移動できるから割ってた方が強い。まあ、僕もそこまでこのマップ研究しないんでね、あの、あんま知識ないですけども。はい、こっち行きましょうか。まあ、ゲーム展開そこそこ揺でてきましたね。ナイスイター当て。はい、壊しましょう。板壊すと100点もらえます。残忍ポイント。まあ、今回はそこまでね、あの、詳しく解説はしないんですけども。 めちゃめちゃ詳しく解説してる動画ね、出してるんで、気になる方はそちらをね、チェックしてみてください。一応概要欄の方に貼っとこうかな、ポイント稼ぐ動画。まあ、今回はどちらかっていうと、まあ、今の環境は、まあ、こういう風にやっていった方がいいよっていうのをね、ちょっと話しながらやってるつもりですね。まあ、とにかく発電機が早いから、 まあ、ポイントを稼ぐのはもちろんやねんけどうんまあ、極力なんつーの極力そのゲームも勝てるようにポイント稼ぐちょっともうつなげに行こうかこれあまりにも繋がらへんからさちょっと次のとこ行きましょうかでこれね多分こっち行っちゃうと救助できないと思うんでねちょっとこっち行きましょうかいやーなかなかね苦しいね さあこっち行きましょうゲーム展開は苦しくはないんやけどねちょっとポイントの面で苦しいですおっちゃんおっちゃんおっちゃんラストやでこれおっちゃん大丈夫おっちゃん大丈夫かちょっと追いかけるだけ追いかけようかね一応残忍もらいましょう残忍ね6のマークはいナイスでタト 何人もらいましょうこの子、しょずりやね。いや、おかしいな前までね、リージョン、ほんま、ドクターと同じぐらい、やってれば、まあ邪悪ため、たまっていくんちゃうかぐらいのね、ほんま、あれやったんですけど、ちょっと、爆速になってから、マジで思うようにたまらへんな実際、こうやって動画撮ろうってなって、検証、検証っていうか、試合してみてね、ほんま、それを顕著に、めちゃくちゃ感じますわ。さあ、これ、狂乱いきましょうか。 ま、三人繋げるんちゃうかなこれ近くおるんで、戻ります。とにかく繋げたい。あ、この子。この子、殴らして殴らして。はい、盗まれたスケッチブック持ってきてるんで、繋げれますね。で、これ救助行ってる。それ、それちょっと待てよ。それ救助は行ってほしいね。だから殴るだけ殴らしてほしい。はい。で、これね、離れますわ。 僕が離れてあげるけど、多分救助行かれへんと思うからちょっと離れますわはい違う人を言いましょうかすごい忖度 <laughs> すごい忖度 <laughs> 大丈夫かおいー君はラストだよーまあ釣りますか釣りましょう釣りましょう釣りましょうさあこの子まだしょ釣りなんでね DS 持ってるかもどう大丈夫もういった あ、そっち行ったんかちょっとまあ、残忍、狩猟は大丈夫そう。問題はだ。問題は邪悪だ。まあ、多分全滅。うわー、うまい、それ、ナイス全滅はなんとなく取れそうな気がするから、ほんまに邪悪やな、問題は。それ間に合うわ。 あの、邪悪ね。あの、全滅取ったら2500ポイントもらえるから、ほぼほぼ1ゲージ分ぐらいは、ビューって増えんねんけど。大丈夫かなちょっと狂乱切りますか狂乱でもね、邪悪もらえるんで。さあ、えー、バベチリ見て、右側行こうか。こっち行こうか。さあ、どうでしょうポイント欲しいぞ みんなななの参考になればいいねんけどなこんな感じで右上狂乱たまりましたよねこまめに切っておくとねいいんですよ狂乱はポイント貯めるときはねでもやっぱこの辺考えるとリ,リージョンじゃなくてドクターの方がお手があるよな、ね、まあ動画にもしてんけど放電爆破から得られるジャークポイントがもうほんま段違いやからな他の木だと比べてそうなのやっぱドクターほんま BP を稼ぐために生まれてきたみたいなもんやからないやそれだけじゃないねんけどな あのキラーはそれでいてあ、ランクも上げやすいし、キラーとしての能力めちゃくちゃ高いんだよね。これはわざと通常に殴らずに強乱で殴ります。危ねから見ショット。弱ポイントの調整やね。あの余裕できてきたら、まあ、こういう風にね、ポイント調整とかもできるようになります。あ、失敗した。あ失敗したのバックスセインで貼りたかったんですけど、失敗しました。 あ、普通に飛ぶんか。普通に飛ぶんか。飛ばへんタイプやと思ってた。飛んだ。はい、殴れる。回ってくる。よし。これ、デッドハートなかったら殴れます。あるか。あ、った、アメ今、なんか違う世界見えんかったよし、残念、マックス。 で多分、狩猟もまあ、ぼちぼちマックスいくでしょうね。OK。問題はザー、ああ、邪悪だ。問題は邪悪だ。こういった内容。さあ、これ、追い込みましたね。いけるでしょう。はい、OK。さあ、足りるのか、ポイントは。3万2000、見せたい、みんなに。OK。 ーです処刑ボーナスも順調さあ氷乱ですよここは氷乱じゃないとダメだこっちに逃げたあ今呼吸音したかなあれあらあら空いてあるわこの子ね いったらダメなんですすよ泳がします一旦あれどこにおるやろいや反応していやマジか反応せんのかどこにおるんだえどこにおるんちょもう一回ここでちょっと殴らせてもらいましょうかえどこにおるん やろおるごめんなめぐちゃんもう一回殴らしてな探してくるわまた <laughs> 何これ何この試合どこにおんのあそこにおるんか ?OK ですまあそろそろ咎めに行きましょうかそろそろ咎めに行きますもうメーターがえっ、ー、と とまあ、4分割されてんだけどメーターって4分の3超えてるんでうわそれは取らへんのか全滅取ったらねジャークポイントもらえるんでこれ取りに行きますおい,いさあ渇望たまたデッドハートあったらちょっとやばいかなっていうところどこ行くんはいさあネアちゃん行きましょうか 狩猟残忍マックス。あとはま、あ処刑とあれやね。邪悪もいけるでしょう。さあ、3万2000ポイント。みんなに見せましょう。さあ、見つけました。ようやく終わりそうですね。えー、ネアちゃんは中央回してるのをキャッチして、ハイテリ放置してます。さあ、ここでも邪悪稼いでいって、ま、あもう一回殴りましょう。救助キャンセル。 さあ終わるかなよーし、長かった。ようやく終わるか。はい、ということで、キャッチして、さあ、行きましょう、4万2000点。よーし、オオッッケーオッケーオッケーよーし、さあ、 まぁちょっと苦労はしたんですが。かりと。はい、狂乱から担いでいく。さあ、ここちょっと逃がし上げたいけど、まぁちょっとごめん。今回ちょっとね、3万2 0点目指してるんで釣ります。ごめん。はい。処刑カテゴリーマックスいただきました。さあ、これで全滅ボーナスも入って、邪悪もおそらくマックスになると思います。さあ、 三万二千点どうでしょうかはい、来ましたじゃあ、雲マックス確認できましたよしということで、はい、ちょっと長丁場になったんですが、はい三万二千点いただきましたということでね、今回は、えー、新環境での、まあ、リージョンを使った、まあ、ポイントカンスト講座っていうか、まあ、ちょっと、どうかな伝わったかな うん。まあ僕的にはね、まあ今の環境ちょっとね、BP 稼ぐ世の立ち回りなかなか厳しいと思います。はい。えー、思ってるので、まあ、うん、その環境下でもやるんやったらね、今回使った構成が一番まあいいんじゃないかなということでね、はい、参考までにということで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。